あ、違う違う。あんたを絶望させるのは私じゃなくって、この後に登場する黒幕さんなんでーす。黒幕？黒幕って、まだ誰か来んのか？そんなはずはない。どうせ、ただのハッタリだ。推理者で絶対にやっちゃダメなのって、最後になって登場した人物が黒幕ってパターンだよね。でも、私っていつもそのパターンでの登場で、それが悩みだったりするんだけどね。いい加減にして、何の話をしているの？ま、いいや。じゃあ、張り切って登場していただきましょう。カムクラ・イズルさんでーす。カムクラ？イズル？カムクラ・イズルって希望ヶ峰学園の創立者の名前じゃなかったか？希望ヶ峰学園の創立者肖像画のネームプレートに書いてあったけど、あの名前カムクラ・イズルって読めるよな。ですが、私の知っている情報ではカムクラ・イズルという方は、確かあらゆる才能を身につけた天才中の天才で、超高校級の希望って呼ばれてる、だったよな。ん？その創立者と超高校級の希望ってやつは同姓同名なのか？そんな偶然がありえんのか？未来機関なら何か知ってるんじゃないのか？キルギさん、どう？カムクラ・イズルという人物は希望ヶ峰学園の中でもほとんど知られていなかった。本当にそんな人物が実在するのかすらずっと謎のままだったの。そしてその件も例の事件のせいでうやむやになったまま終わってしまったから。わからないのであれば私にお任せください。私は解説が絶望的に得意な得意体質なのです。なぜカムクラはずっと謎の存在であり続けたのか。それは学園側がその存在を隠していたからです。なんで学園がそいつを隠すんだ？確か人類の希望ともいえる優れた才能を守るためだったわよね。だけどそんな優秀すぎる生徒が希望ヶ峰学園生徒会13人を殺す惨劇を起こしました。カムクラは希望ヶ峰学園史上最大最悪の事件の犯人でもあるのです。そう仕向けた張本人がお前なんだろ？そしてカムクラの消息はその事件以降パッタリと途絶えてしまったから。江ノ島純子に殺されたと思ってた？そんなひどいこと言わないでよ。カムクラ・イズルはちゃんと生きてるよ。そうだよね、ひなたくん。なんだよ。俺が、なんだって？だからさ、あんたがカムクラ・イズルなのよ。は？よーし、理解できないなら、理解できるまで言ってあげるなら。あんたはカムクラ・イズル、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 あんたはカム。ちょっと待てよ。何の話をしてんだって。嘘だ、日向君がカムクラだなんて、そんなわけないだろ。カムクラってやつは超高校級の希望なんだろ。だけど日向は、そこにいる日向君は何の才能もない予備学科の落ちこぼれ。でもね、そんな日向くんがカムクラ・イズルだからこそこの話は絶望的なんだよね。日向くんに朗報です。予備学科と散々バカにされてた彼には、
超高校級の希望って才能があったのです。どうして予備学科の人間にそんな凄まじい才能があるんだ。学園が神倉の素性を隠すために予備学科に潜ませてたのか。じゃあ日向って浮気名か。俺は間違いなく日向はじめだぞ。生まれた時からずっとその名前だ。だったら神倉ってのが偽名なのか。なあ、俺らを騙してたりはしねえよな。まさかの呪術トリックなんて嫌ですよ。もしかして作られた希望、それが神倉なのかもしれない。に朗報でーす。予備学科と散々バカにされてた彼には超高校級の希望って才能。そんな凄まじい才能があるんだ。学園が神倉の素性を隠すために予備学科に潜ませてたのか。じゃあ日向ってのは偽名か。俺は間違いなく日向はじめだぞ。生まれた時からずっとその名前だ。だったら神倉ってのが偽名なのか。なあ、呪術トリックなんて嫌ですよ。もしかして作られた希望。そうかもしれない。作られた希望って希望育成計画のことを言ってるのか。希望育成計画とはなんだ。前に未来機関が保管していたファイルを見たことがあってさ、それによると希望ヶ峰学園は長年にわたって画期的な人材育成計画に取り組んでたらしいんだ。確かに画期的な人材育成計画だと言えますね。完璧。希望育成計画はね、希望ヶ峰学園の長年の悲願だったのよ。むしろその計画のために希望ヶ峰学園は設立され、その計画の一環として超高校級の才能を研究し続けた。そんな重要な計画だからこそ希望育成計画は学園創始者の名前を取って神倉いずるプロジェクトと呼ばれていたのよ。神倉いずるプロジェクト。そしてつい最近になってその計画は実験段階までこぎつけることができた。そこで彼らが実験台として目をつけたのが落ちこぼれの予備学科だった。どうして予備学科が実験台になったんだ。人工的に才能を作り出す計画なんだから、才能のない人間が実験台にならなきゃ意味ないじゃん。そしてその予備学科の中から実験台として選ばれたのがそこにいる日向くんだったのよ。どうして俺が。誰よりも希望ヶ峰学園に憧れてたから。わかんねえのかよ。あんたは希望ヶ峰学園につけ込まれたんだよ。希望や才能に憧れる気持ちにつけ込まれて、そんで実験台にされたんだよ。ねえ、
言った通りでしょ。才能と希望を抱いた時点で絶望は始まってるって。嘘だ、そんなの絶対に嘘だ。そんであれよあれよって間に日向はじめは神倉1号に作り変えられちまったんだ。作り変えられたこと、彼らは一体何をしたの。結局さ、普通の人間を完璧な天才に作り変えるなんてよっぽどのことをしないと無理に決まってんだって。だからよっぽどのことをした。希望ヶ峰学園は脳内に直接干渉することで日向君を神倉譲という才能のみに特化した別人に作り変えたの。その後神倉は私によって超高校級の絶望になっちゃったわけだけど、でも私が神倉にやったのって所詮は精神への干渉程度だからさ、希望ヶ峰学園がやったこととは格が違うっつうかステージが違うっつうか、ほんと研究者の執念ってやつは恐ろしいよね。人の脳をそんな風にいじくっちゃうなんてさ、こんな誰にもできない非人道的な行為を平然とやってのけるなんて、そこに痺れて憧れちゃう。ちなみに頭を触っても傷口なんて残ってないよ。今のあんたはただのアバターだからさ。本当に彼らがそんなことを。でも逆に考えりゃ、日向はここから出たら超天才になってんだよな。だから日向くんじゃなくて才能のみに特化した別人なんだって。別人ってどのレベルでそうなんだ。才能の獲得に邪魔な感覚や感情や思考や思想や趣味は全て取り除かれ、それまでの過去の記憶の一切も記憶の奥底に眠らされてしまっている。はあ、感情やら思考やら趣味やら記憶までねえってのか。そんなの完全に別人じゃないですか。だから驚きなんだよね。いくらアバターとはいえここに日向くんが存在してることがさ、新世界プログラムが脳の奥底から記憶をほじくり返して感情や思考を以前のデータから再構築したっぽいけど、そんな離れ技をやってのける新世界プログラムには異形の念を抱かずにはいられません。でも日向君にとってはむしろ消されたままの方が幸せだったかもね。だったら強制シャットダウンして元の状態に戻ったら消える。消える。そこには希望ヶ峰学園が作った全く別の人格である神倉譲がいるだけ。それは日向はじめという人間ではない。私を持ち込んだ神倉譲るよ。黒幕と呼ぶにふさわしい神倉譲るなのよ。
まさかお前を新世界プログラムに侵入させたのは俺じゃない。あ、言っとくけど脳内に直接干渉された以上は頑張れば戻れるとかいうレベルじゃないからね。なら俺は助かる方法はないのかって。その方法ならあんただって知ってんじゃん。そうか、普通に卒業を選べばいいだけか。その場合は今のアバター日向くんが本体に上書きされることになるので。無事に日向くんが復活できますね。まさに王道的絶望ハッピーエンドじゃないですか。待て、それはダメだ。そんなことしたら死んだみんなが江ノ島のアルターエゴに乗っ取られて。っていうか強制シャットダウンしてくれないと未来機関が取り残されちゃうもんね。超高校級の絶望なんかのために未来機関が犠牲になるなんて許されない。もう最初からそう言ったらいいじゃないですか。素直じゃないんだから。そうじゃないわ。私たちが言っているのは世界を絶望から救わないといけないって。はいはい、しつこいって。だいたいさ、その世界って自分の存在をかけてまで守らなくちゃいけないの？じゃあ世界の希望と自分の希望が違ったらどうすればいいの？いくら世界が幸せになったとしても自分が幸せにならなかったら意味ないじゃん。それは、しかも未来機関って超高校級の絶望を抹殺したがってるんでしょ。自分を犠牲にして超高校級の絶望に戻った途端に未来機関のお仕置きタイムが発動。なんてことになったら最悪じゃの。最悪っつうか、むしろ絶望的だね。で、あんたらにそれが耐えられんの？ここで起きたことの何もかもが無意味なただのゲームとして終わって、ここで感じた感動や友情や愛情や何もかもがセーブデータにも残らないまま消えちゃって、大好きな彼女は動かないまま衰えていって、大嫌いな彼も動かないまま痩せ細っていって、日向くんに至っては存在そのものが消えてしまう。それも憧れてた希望が峰学園のせいでね。そんな絶望に耐えられんのかよ。誰のために耐えるんだよ。顔も知らない連中のためか、感謝すらしてくれない連中のためか、それは希望なのかよ。惑わされちゃダメだ。それが江ノ島の手なんだよ。彼女はそうやってあなたたちを絶望におびき寄せようとしているのよ。そいつの戯言に耳を貸す必要はない。それよりさっさと強制シャットダウンを。ちょっと待てよ。なんだ、なぜ待つ必要がある？江ノ島を外の世界に出したらどうなるかまだわからないのか？いや、俺はただ江ノ島が起こした人類史上最大最悪の絶望的事件でどれだけの人間が犠牲になったと思っている。今ようやくそれが沈静化し始めているの。ここで江ノ島純子が外の世界に出たらまた大勢の犠牲者が生まれてしまうわ。また世界規模の暴動と混沌の時代に逆戻りしてしまう。だからそれを防ぐために強制シャットダウンをしろと。でこっちの世界で積み重ねた記憶の全てを失って超高校級の絶望に逆戻りしろと。中には存在そのものが消えるやつもいるけど
我慢しろと。だが現時点ではそれしか方法はないんだ。いやいや、方法ならあるってば。普通に卒業を選べばアバターの記憶を引き継げるわけだし、少なくともここにいるみんなはそのまま手を取り合って生きていけるよね。まあ死んでしまった連中の体は私に乗っ取られちゃうけど、それだってこの先ずっと動かないよりはマシだと思わない？みんな惑わされちゃダメだよ。どっちが本当の希望なのかよく考えてくれ。どっちが本当の絶望なのかもね。どうするって言われてもよ。俺らにそれを選べってのか。なんでこんなことになってんだよ。絶望を乗り越えたみんななら本物の希望がつかみ取れるはずだ。ここでの記憶が消えてしまったら、私は皆さんが死んだ理由すら覚えてあげられなくなるのですよね。死んだ連中の体を奪われてもいいのか。アホかと思われるかもしれねえけどよ、やっぱもう一度ペコに会いてえんだよ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしんねえんだろ。私たちはそうはさせない。こうなったのは未来機関のせいだろ。俺らをこんな世界に閉じ込めやがってさ。お前たちを守るためだろ。もし江ノ島を外の世界に出してしまったら、また大勢の犠牲が生まれるのよ。それは分かってますけど、互いの希望がぶつかり合うなんて絶望以外の何者でもないわね。ダメって何が？俺には選べない。世界が滅ぶとか自分を犠牲にしろとかいきなり言われても、そんなの俺には決められない。俺に日向くん、うるさい、放っておいてくれ。そもそもこんなのおかしいだろう。どうして俺がこんなことに巻き込まれなくちゃいけないんだよ。だってみんなと違って俺には大した才能なんてないんだろ。それなのにこんなことに巻き込まれて、しかも存在が消えるって意味わかんねえよ。こんなのどっちも絶望じゃねえか。私たちはどこまで犠牲を払えばいいのですか。こんな責任背負わせんじゃねえよ。俺らの手に負えるわけねえだろ。みんなしっかりして。だから無理なんだって。俺なんかには無理なんだよ。未来なんて選べないんだよ。希望だの絶望だの勝手にやってくれ。俺には関係ない。そんな。そして答えは出ない。それがあんたらの選ぶ答えなのね。ああ、また私の予想通りになっちゃった。こうやって何もかも予想通りってのもさ、絶望的に退屈なんだよね。私があんたらのデータを持っている以上、そうなるのは当然なんだけどさ。それこそ、絶望的に予想不可能な出来事でも起きない限りはね。と言っても、そんな都合のいいことなんて、これまた絶望的に起きるわけがないんだけどね。だってこれってゲームだもん。
すべての物事が予定調和で進む世界なんだもん。ま、でもいいんじゃないの？無理して選択肢を選ぶ必要なんてないって。未来なんて求めない、そういう未来があってもいいと思うよ。希望を求めなければ絶望に襲われることもないんだし。私だってそう、絶望を求めなければ希望なんてしないで済む。だからさ、みんなで呪いから解き放たれて、ここで仲良く立ち止まってようよ。